もうあれ言う急に呼び出してすいません。いえいえ社長に仕返ししたいところです。マジで はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はなんと2年前に社長にビンタしたマリコさんが来てもらってます。こんにちは。こんにちは。急に呼び出してすいません。いえいえ皆さん覚えてますか？2年前に女性店員役やってドッキリに社長をはめて、まあ、逆にやられてしまった、まあ、泣いてしまったマリコさんです。小学生みたいな脳みそのやつに大人な会話した僕が悪かったです。ごめんなさい。おおお当時 の、はい、その社長の顔が怖かった。顔が怖かった。掴まれた時に本当に結構握力強いんですよ。あの人。あの人ですね。あの人。掴まれた時に、はい、やっぱり本当に殴られるって心の中で。本当に怖くて、うわーって一気になって、はい、一瞬ドッキリってことを忘れて泣いてしまいました。うん、まあ炎上してますからね、コメント欄でも。すごい叩かれようだったんで、うん。叩かれてましたね。ドッキリ役でなくて、それ嘘泣きやろとかも突っ込まれてたじゃないですか。あ、突っ込まれてました。うんうん、それはちょっとね、そうですね、社長に仕返ししたいところです。マジで。あの時は何ですか、うん、誰が主催というか、誰がそのネタを、リュウジ君ですか？リリーちゃんとミッチーで、リュウジ君が後から来たんですか？最初からその泣く予定ではなかったんですよね。最初から泣く予定ではなかったです。そうですよね。うん、場が凍りましたね。社長がアップデートされてます最近、うん、見ました見ました、うん、髪の毛と可愛いお目目ですね、はい、柔らかい感じになりますね。うん、前がもうちょっとひどすぎた、まあ、ひでえ顔してましたけど、ひでえ顔とひでえ頭してたんです。YouTube に出た反響とかどうだったんですか？ YouTube に出た反響はすごく良くて、はい、YouTube を上げてもらったその日に約600人ほどフォロワーが増えまして。何、はい、のフォロワーですか？インスタのフォロワーですね。いい、はい、DM とかでも頑張ってね、応援してるとか泣いてしまったから、メリカイ道場見ましたとか、はい、なんか、はい、女優になれるよとかすごいいっぱいコメントいただいて、はいはい、ありがたかったですね。励ましてくれたんですね、視聴者さんが。なんか結構本編ではかなり叩かれてたり炎上されてるんですけれど、はいはい、でも、うん、私のところに飛んでき てくれてフォローしてくれた人はいい人ばっかりでした。 あったかいですね、日本。あったかい。ホットジャパン。2年前にその、うん、言うたら YouTube 撮ってから社長とお会いは、うん、その後会ってないですね。2年ぶりの再会。1回持ってないんです。1回持ってないです。それは楽しみですね。仕掛けたいですね、何か。そうですね、はい、どんなことしますか、社長。社長の、はい、髪の毛をどうなってるのかなっていう。髪の毛あれ植えてるんじゃなく張ってるんですよ。張ってるんです。でも土台がもともとツルツルじゃないですか。そうどうやって乗るんですか、あれ。特殊はノリとかじゃないですか、ね、いや、なんか後ろは植えてるみたいな、なんかそんなこと言ってましたけど、まあ詳細まで分からない。じゃなくて、いや違うと思うんですよ。多分張ってる、多分っていうか間違いなく張ってます。あれいくらぐらいなんですか、あれ貼り付けるの。いや高いはずです。いや相当するっすよ。だそれを引きちぎっても面白いですし。いや、何されるか分からないですよ。まだなかなかそう。やばい。大丈夫です。今日はね、もう大丈夫です。今日は大丈夫です。守ってくれますんで。いやー、怖いなと。じゃあまず作戦としては、はい、ちょっと最初、なんかすいません、あの時は、みたいな流れで。まあ、動画回してる体は、はい、あの時の裏話みたいな感じで。そうですね。そう、一回その話で入って、で、徐々にちょっとヒートアップしてって、はい、めくって、るかしばく、めくるかしばく、しばくか。逆になんか向こうがわーってきたらまたね、ちょっと泣いたふり今回してもらって。わかりました。ね、じゃあそんな感じで社長来るのを待ちましょう。はい。はい。来た？来た。あ、社長お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。
ちょっとドットになってる。PC だわ。ちょっと俺泣かしたのに気持ちいいしな。企画考えてるか。一緒に仕事するかもしれない。そうそうそう。なんかライバー系？なんかライバーやってるんですか？ライバー今はやったりやらなくて。やらなくて。TikTok はなんか俺噂で聞いたら。エノスギちゃんが殺された女永久が殺された女っていうTikTok がエロすぎてダメだけどインスタ緩いから見てくださいマジで俺もたまにマスカー撮るマリコさんでやだやだここマリコさんって言って気持てえよって朝5時に来るとまずいなマリコさんマリコさんちゃう今インスタとインスタと TikTok ちょっとやってます、ね、うん、今かまされてかまされてはやってないあんまやってない。何動画撮るんですか。裏話裏話あれは本当に泣いたのかとか。泣いたそれですよね、はい、怖かったんでね当時のあの頭と顔じゃあれは怖いわ、うん、そうかそうか、ね、あ、ね、そういえば顔変わりましたね出るそうです。本当だ。アイピスとかじゃないですね。アイピスじゃないですね。目パッチリして優しくなりましたもんね。今怖くないもんだって。でもどっちがいいんですか今と。前の方が男らしいっちゃ男らしいけど。俺もそう思ってる。ちょっと目がちょっと可愛くなりすぎてキラキラハイになっちゃった。キラキラ。キラキラ。今怒られても怖くない。やろうまあ。本当に狙うとしいで今なんて。だってさ、まあまあ向こうにもスタッフがカメラ外にそこに渡してくださいねって言っておくのこっちガンガンってガンガン入ってますね。シートパーなのどんどん俺も。でもあの時ハゲだったじゃないですか。ハゲ。嘘みたいな。いや仕込んでないですよ。仕込んでませんって。そんなことないですよ。ハゲてたのになんで髪の毛生えてきたんですか。いや生えてない。アデランスどこ見てないですかうちの。アデランス作りいいですね。いやもう全然。いいっすか。ちょ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 。お前絶対出たろお前。待って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 。やめて。やめてよ。ちょっともう完全に。痛い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 。本当に痛い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 。本当に痛い。本当に痛い。本当に痛い。本当に取れない取れない取れない。そこ取れない。死んでない。え？ちょっと本当の髪の毛が剥がれてる。でしょ。めちゃくちゃ痛かったもん。怖いですね。やばいわ。やめくるわ。やばいわ。あなたでしょ。髪の毛ちぎれそうだ。ひっついていきます。めちゃくちゃ痛かった。ブチブチ。すごい強いのに。すごい強いじゃないでしょ。あれはくっつけの。白いとこ見て。地肌が抜けとるだろこれ全部。あ本当や。本当や。じゃ本当にリアル抜けしとるよ。剣抜けとったの、うん、歯なのか真っ白なやつが抜けとったの汚っ汚っ空気悪すぎるじゃん。今日初めての体験ありがとうございました。なんだそれそれがネタ組んでよし。ネタではないよしくネタだろ全然ネタではない。ネタじゃないですよ。いや真相が知れてよかったです。何の真相真相が知れてよかった。真相の話一個もしてない。頭の真相ですね。で多分これ動画茶髪にしたから初撮りじゃん。だって昨日ですもん。茶髪にするときって一回撮って茶髪にしてから作る。いやあのこれ交換なんですよ、うん。真剣な話。これアデランスの宣伝じゃねえよ。10日に1回交換。あ違うか今俺は20日に1回か、うん、で俺は今無制限って言ってラグでも交換できるやつ、プランに入ってるから。もともとは年10ちょっと近いから。それでおいくら万円ですか。あちょっとおいくら万円ですかそれで。高いな。父も思うぞ。やめとけやめとけやめとけ。インスタで中見てるめっちゃ偉いから。やめとけやめとけ。俺の体めくったから俺も1枚めくられたから。1枚って1枚しかないでしょそれは。1枚しかないでしょ。1枚しかない。いやいやお前も一緒にめくろう。一緒に一番怖かったのこいつの顔。いやだって俺の方見てなかったら胸見てたもん。このままでちょっと見てたら見てたでしょ。ふだんはめっちゃきちっとしてるから、うん、ちょっと硬いけどね、うん、まだ柔らかいの、ね、まだ柔らかくない。またビンとしますよ。かわいい。2年ぶり。かわいい。かわいい。
でライブもやろうかなと思うと、エロエロ系やってほしい。やだよ。それ自分が見たいだけじゃないですか。そのさ、俺さ、ああいうの 見るけど、勉強がてら。やっぱちょっとやっぱ攻めてくれるぐらいの方が、夜の着付けにはいいよね。攻めたらご褒美くれた方が俺はいいな。あのここでいい話になりそうなの。いいよ、ここでやるわけじゃん。うちでやるわけじゃないでしょ。なんか事務所もするの一緒でしょ。そうですね。まあいい仕事のコラボみたいな感じで、うん。そうですね。影響力を貸してくださいよっていう。みたいな感じだ。お互い得意分野使いましょうみたいな。17ライブの方もなんか宣伝あるの。一応ライブの方を。ライブアップしてます。エブリーライブ、エブリーボコちゃん実際違うんですか。ライブ配信事務所やってます、はい、ライブ配信にご興味ある方、興味ある方、はい、概要欄から応募ください。男性も男性も女性も大丈夫です。マリコ様に会いたい人も、ぜひ叩かれたい人も、舞台インスタもちょっとエロ系インスタグラムかな、うん、いや、ぜひ嘘です。まあ、騙されたと思って見に行ってみてください。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。また見てねー。また見てねー。